今までで一番撮影が困難かもしれない。お、待って待って待って、はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが竜宮寺くんです。いや、具志堅です。具志堅か、あ、ごめん、ミスった。竜宮寺はドラケンの名字。そうか、あれ、そうだ、竜宮寺剣で、あだ名がドラケンじゃないの、具志堅。通り部の人気キャラじゃないわ。やっちゃった、東京リベンジャーズの。そうか、え、でもドラゴンのタトゥー入ってるよ。入ってないわ、それドラケンだろ、それ。ああ、入って、あ、そうか、ドラケンか。右に入ってない、でもそれ、三井みたいな。ああ、三谷か。三谷、いや、三井三井がバスケットになってるから。あ、具志堅って漢字3文字でどうやって書くの。いや、だけ具材の具、志、志、志だ。僕の剣の漢字は、竜宮寺剣の剣です。具志堅の剣って、竜宮寺剣の剣なの。おい、なんか新しいのできちゃったな。一緒に全然作っていこう。はい、ということで、はい、今日も始まりましたけども、はい、まあこの戸建てで、そうか、クワカブハウスで、うん、撮影になるんですけど、はい、まあ久しぶりになるかな。最近やってない、結構この家のメインといえばの撮影になるんだけども、はい、ちょっとね、今言おうとしたけど、お、後ろのね、うん、一個空いてるんですよ。ああ、そうね。ヘクソドンが浮かしたんですか。いや、浮かしてないよ、忘れてくれ一回。それに関してはちょっと結果も出ちゃったし、悔しいけどね。動画は出ました。動画はでもこれもう出てるはず、この動画が出てる頃には。なるほど、うん、悔しいよ。ここの家のメイン、うん、コンテンツ、それ具志堅だけなんだって。そこに関してはだからリベンジはしたいけどね。もちろん、いや違う、東京リベンジャーズのリベンジじゃなくて。そう、いや敏感すぎだ。いや、うん、まあヘクソドンとか、まあそれ以外の子も、失敗しちゃった子とかは、うん、いずれリベンジはしようと思ってるから。なるほど。それちょっと楽しみにしてもらいつつ、はい、いや、もう今回メイン、この部屋のメインといえば古井啓司。おお、そうです、びっくりした。そんなさらっと言ってくんだよ。敬語使っちゃったじゃん。私が変なおじさんですの時のそうですになっちゃったから。はい、特大刑事、はい、ヘラフェスオオカブトを特大刑事に入れて2ヶ月後チェックです。あー、はい、なるほど。うん、そういうことか。そう、まあ多分だから最後に動画上がってるのが、上がってる動画自体が多分10月とかのやつなんだけど、うん、基本的にまあそれが何本か撮ったから、それがまあちょくちょく上がってたかもしれないですけど、入れてから結構、うん、その間空いてて、実は、はい、で、過去動画で見れるんでよかったら見てほしいんですけど、うん、結果的に60匹ぐらい、うん、100匹入れてたんですけど、うん、60匹ぐらいに減らして、はい、飼育してました。観賞用というか、まあ、ここに解き放ってて、うん、はい、まあ、この隣のね、この特大ケージ、はい、この中に60匹入れてて、うん、で、すごい餌の量もすごくて、もうほんとバナナ、あれって何本だったんだろうな、結局ちょっともう曖昧になったけど、バナナ15キロを箱買いして、それが1週間でなくなるみたいなペース、うん、すげえなになってたんだけども、そっから、うん、まあそのそんな感じで1ヶ月ぐらい飼育してたのかな、うんうん、で、まあ言ってもヘラクレスたちも、まあ、100匹みんな言ったらもう結構もうそろそろ餌食べ始めるぐらいの頃だったり、もう餌食べ始めてる子だったりっていうので、実はだからこの部屋、まあ動画でも言ってるかもしれないけど、うん、この家に到着してるのは7月頃、うんうん、7月の頭ぐらいかな、はいはい、に50匹届いて、うん、8月の頭ぐらいに50匹届いてみたいな感じで、うん、長い子だともう半年以上生きてる子たちとかもいたから、うん、まあ、先に言うと結構だからもう星、普通に寿命で星になってきてる子もいたり、まあ喧嘩とかで弱ったりした子も、まあ、中にはいるだろうけど、もちろんで、だから結構減ってきてて、そうだからバナナの消費量も結構落ち着いてきたというか、うん、だからもう今はもうスーパーで3日4日に1回ぐらいバナナを7房買ってそれを入れてるって状態。だからだいぶ落ち着いてきてるんで、まあちょうどいいっちゃちょうどいいのかな。まあでもそこら辺も含めて見ていきたいんだけど、はい、先に言うとね、ヘラクレス以外の部分の、うん、まあ言ったらアクシデントがすごくて、おう、うん、なんか撮影、今までで一番撮影が困難かもしれない。ええー、
なんそのまあ、先に言っちゃっていいのかな、803が潜んでるんですか。いや潜んでるけどもいるんかい。それアクシデントじゃないわ。どっかにいるのか。いや月4万でここ貸してるけど。高っ。ここ4万だ。この中そう、うん、ちょっと合ってないな割に。まあちょうど結構土の中とか言いがちだからね、橋本さん。今日も出てくるか分かんないけど。いや違うわ、八丸さんいないから。そうアクシデント、ちょっとね小映えの量がすごいことになってる。あー小映えか、小映え、うん、しかもそのちょ俺種類名とか分かんないんだけど、小映えにも結構何種類かいて、うん、カブトムシとかに発生する小映えとはまた違う、言ったら僕らも身近な小映えかな、どっちかっていうと。生ゴミとかに発生するタイプの、カブトムシとかの土から出てくるキノコバエっていうのかな、まあ、ちょっと名前が曖昧だけど、うん、カブトムシとかの土とかから発生するちっちゃい小バエよりかは若干一回り大きい、小バエが、うん、だからもうちょっとバナナとかの食べ残しとか、あとはそのもちろん星になった子とかっていうのは回収してるんだけど、うん、多分俺が見えないところで星になった子とか、うん、とかがまあ腐敗進んじゃってとか、うんっていうパターンもあるのかわかんないけど、まあそういうのもあって小映えがねすごい湧いて、お、うん、まだ落ち着いてきた方、どっちかっていうとってぐらい、うん、そのっていう状態だから、まあ、そこも含めて見てほしいなと思います。はい、はい、そうだからまあ特大ケージ今どうなってるか気になるって方はたくさんいらっしゃったんで、うん、まあ2ヶ月だからヘラクレスを購入してからはまあ4ヶ月後ぐらいかな、うん、になるかな、うん、って感じなんで、それで今どういう状況かちょっと見ていきましょう。はい、はい、よっしゃ早速やっていきましょう。お願いします。まずね、まあ一旦こっから見てもらって、これさ覚えてる、1週間ぐらい前かなに窓きれいにしたんだけどさ、あそうもうこんなに汚くて、あ早いっすね。そうやっぱ小映えだろうね、小映えが多いんだろうね、小映えの糞とかだと思う。小映えに関して、うん、もうなんか扱いとか右に出るものいないですもんね。いやお前、いや俺小映え意図してブリードしてないわ日本で。いやでも今面積から考えたら、うん、小映えの飼育量俺日本一だと思う。うん、他の追随を許さない、許さない。小映えブリーダーのカリスマ小映えマイキー弱そうだな。いやだからこう見てもらったらこれとかがその小映えなんだけど、先にちょっと小映えが出るんだけど、これとかすごい分かりやすい、こっちとこっちすごい差があるじゃん。あ本当だ、うん、まあでもこれよりもちっちゃい、実際カブトムシとかの出てくる小映えっていうのは、だからうん多分ね、ここちょっと星になってる子、あちょ小映えがいるんだけど、ここに、はい、こんな感じかな。こいつとかが多分土に出てくるタイプの小バエで、これ生ゴミに出てくるタイプの小バエ、結構でかいんだよ。あちょっとリアルというかさ、うーんちょっともうハエなんだよね。うんそう小バエも小バエは、まあ、一応ハエっちゃハエなんだけど、なんかこれね結構ねいると思うんだけど、まあちょっと気をつけてください、うん、口に入んないよね。そうね、うん、ちょっとじゃあ開けていきましょうか、はい、今こんな感じです。はい、匂いもすげえ。そうバナナのちょっと甘い匂いというか、うんこれほらほらほら分かる。いや確かに、おそう先に言っとかないと多分もうヘラクレスに話入ってこないかなと思って、うんってぐらい今止まってるけど小映え、うん、相当いるから。で、あごめんおなら、塩なら。こことかすごいよ。いや確かに、うんこの柱とかもすごいでしょ。そうこれはもう確実にバナナとか、奥とかにバナナ投げたりしてるから、その、まあ、やっぱあっちの方で餌待ってる子とかもいるだろうから、そういった部分でそっちに置いてるやつとか特にそのバナナが熟しまくってみたいな、そこでこう湧いちゃうとかもあるんだろうね。言ったら生ゴミ、排水口の生ゴミみたいなさ、感じで、そうでヘラクレス自体はねもうだいぶなんかここら辺にいる子ももう
喧嘩するとかもなく、おのおのがバナナ食べてる感じ。本当だ、うん、だから実際こっちと左手と右手側、はい、にもバナナすごい散らしてたんですけど、ここはねもうヘラクレス来なくなったね。だからやっぱここに餌がたくさんある、集中してるっていうのはもともと気づいてたかもしんない。なるほど。匂いとか、うん、そういうので、うん、で結局喧嘩せざるを得なくなっちゃうからここに集まっちゃうと、うん、そういうのも含めて逃れた子たちがこっちとかこっちで餌食べてたのかなって感じぐらい、こっちにもう今バナナ置いててもやっぱ食べないね。からもう基本もう真ん中に集中させてるバナナも、うんうんうん、で落ち着いてますね。そう落ち着いてる、もうだからもう喧嘩してるとかもないね。そうだからこのこことかすごい食べてるけど、多分ねこういうね結構うわすごいね、結構ねこう見てもらったら分かるかもしれないけど、はい、ちっちゃい子の方がすごい生き残ってる。あー、うん、なるほど。そう単純にちっちゃい子の方がやっぱ餌足りるんじゃないかな。大きい子よりも体、まあ、体力っていうのがあるか分かんないけど、体力満タンになるまでのスパンが短かったりとか、喧嘩するってなってもやっぱ隙間、これ毎回言ってるけど隙間とかに逃げ切れるというか、大きい子とかだと喧嘩してる途中でこう逃げようとしても逃げれないみたいな状態にもあったりしたのかなみたいな。そうだから結構小ぶりな子が多い印象。こことかこいつとかもちっちゃいし、本当だ、うん、ちょっともう不摂取れてきてるけど、この子もね、この子も結構だいぶ小さいですね。この子もだいぶちっちゃい子、そうバナナいっぱいついちゃってるけど、うん、そうだから今目で見れるだけで 1,2,3,4,5,6,7 匹ぐらいか、で多分この奥とかにいるんだよね。奥とかにもまあちょくちょくいると思うんだけど、小バエがねこれゾッとしたのがさ、まあ餌こうあげるじゃん、餌あげるのも結構時間かかるのやっぱ最初の頃って、でここでエアコンだけじゃん、はいはい、だけどなんか送風機みたいな音がして、うん、ふーって、うん、あれなんか送風機みたいなのやってたっけみたいな、うん、でちゃんと聞いてみたら小バエの羽音、ゾッとした。それぐらい多いんだ。そうだからそれで言うと今は少ない、羽音は聞こえない。あ、そうなんだ。そう聞こえないんだよ。そうこことか今見てもらったらやばいもん小バエ。すごい今具志堅柱撮ってる？柱撮ってますよ。これ柱だと思うでしょ、うん、全部小バエ。いやそれは言い過ぎだろ。アブラメシノの真実だよ。ナルトかボルト、それアブラメシノはナルト。ナルトもボルトもだからそれは。そう詳しいな。見たことないけど結集させて武器にしてるみたいなじゃないけど、まあでも確かにね、そう2ヶ月前はこんなにいなかったの気にする。そう小バエはね、うん、そうでヘラクレスは次第にやっぱ減ってきてて、でちゃんと残ってることが冷凍庫に入れて保管してるいう状態。はいはいはい。そうだから本当は理想だからこういう飼育するってなったらどういうのが正解なんだろうな、うん、このケージ40匹ぐらいが理想かもしれない、その最大でも。やっぱちょっとずつ減ってきて40匹ぐらいになってるかなっていうぐらいの時にやっぱだいぶ落ち着いてた感じだから、まあ、全体的にゆっくり餌食べてる印象。それが今多分あーすごいちょっと食べるかな、隙間にいるからね、ちょっとこことか映んないかな、こことか分かる。あここの真ん中の奥行きとかにいるんだろう。そう意外といるから、うん、まあそれでもそれでも多分20匹ぐらいかなと思う。確かにね、うん、左右にいなくなっちゃった。そうそうそう、
だから今現在20匹ぐらい。うん、だから単純にまあ羽化して、まあ羽化してっていうよりは餌食べ始めて、まあ、半年以上経ってるような子もいるだろうし。うんうん、で、まあ長いと1年ぐらい生きるんだけどヘラクレス。うん、ここで考えてまあ半年ぐらいだと思うから平均で言うと。うんそこで言うと単純に全うしてくれた子もいれば。このケージゆえに喧嘩で弱っちゃった子もいるだろうし、はいはい、そう、そこで言うとね、まあ今すごい生き残ってくれてて、うん、でしっかりこう餌も食べてくれてるから、うんうんうん、こっからはあとはどれぐらい生きてくれるかね、うん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 、っていう部分はあるけど、あとは単純にやっぱそのよくコメントとかで飼育してるケース、虫かご、ちっちゃい虫かごにまあ結構まあぎゅうぎゅうまではないけど、うん、デカめの10センチぐらいの子とか入れたりしてるけど、うんクワガタカブトムシとか、はい、こんな狭い場所かわいそうとかっていうコメントあったりするけど、やっぱ狭い方が餌までの到達する、うん、まあまでのまあなんていうんだろう、体力を使わないしとか、うん、狭ければ狭いほど湿度は安定するしとか、うん、っていうのもあって、やっぱちっちゃいケースの方が管理はすごいしやすい。その分まあ糞尿とかで汚くなるから、うん、そのメンテナンスの量は増えたりするかもしれないけど、うんうんうん、で広いからやっぱどうしても乾燥とかするし、うん、餌までたどり着くまで時間かかったりとかもあるだろうし、うんうんうん、そういった面では、まあ、やっぱ個別の方がしっかり長生きはしてくれると思うかな、うん、改めて、うん、ここの土とかはまだそんなに追加したり減らしたりはしてないですか？これはね、はい、240リットル追加した。そう、追加したけど減ったね。あ、減ってる、ね、だからやっぱ幼虫はいると思う。ああ、なるほど。そう、やっぱここの、まあ前も言ったけど、ここがね、これがもともと壁についてた土なんだけど、これがこう、こっから剥がれてこっちに来てたりとか、うん、ちょっと地層、層が見えるというかね、うん、っていうのを考えたらやっぱ下の土をたくさん食べて、下の傘が減った分、ちょっと、まあ言ったら陥没じゃないけど、うんうんうん、みたいになってるのかなとは思うんだけど。で、メスはまだ見かけないね、星になってる子は。ああ、なるほど、うん、から、もしかしたら土の中で星になってる可能性もあるけど、うんうん、でも、メスも餌食べに定期的にこう、上に上がってきたりとかあったから、うんうんうん、最近見かけないって状態。で、こっち側はね、結構ボコをついてんだよ。お、待って、今ここの木をめくったんだけど、はい、これ、お、なんだ、幼虫です。おこれどうだちょっとね、今ヘラクレスと、はい、沖縄カブトがいる状態だから、うん、どっちかわかんないんだけど、でかさ的には、あ、まあでもヘラクレス入れてこの中に入れて2ヶ月だからね、まだ多分沖縄カブトかな。健康そうですか、うん、あ、健康、うん、しっかり育ってくれてはいるね、うん、でもまた土は足さないといけないね。ここら辺とかめくったらいるかもな。ちょっとせっかくだし、すごいすごいすごい、ふん、あ、八丸さんか。いや、八丸さんのふんもっとでかいわ。見たことないけどもいや、カブトムシ、あ、カブトムシのふん、カブトムシのふん、あ、これ沖縄カブトだろうね。え、これはだから、あ、そうか、幼虫のふんってこと。そうそう、幼虫のふん。だからいるね、やっぱここ、とかもよく見たらあるね。産卵セット開けた時とかに出てる。あ、そうそうそう、と一緒ってこと。そうそうそう、幼虫もしっかり育ってくれてて、どのタイミングで、あ、もうこのまま成虫になってもらうってことですか。まあ一回抜かないといけないけど、うん、で、まあどっかのタイミングで一回間引きはするかな、うん、幼虫を、まあ、ヘラクレス、だからヘラクレスと沖縄カブトの幼虫のサイズ感が分かる状態ぐらいまで置いといて、で、だからまあ今は11月だから、ヘラクレスが大きくなってくるのが多分
2月ぐらいかな、2月、3月ぐらいのタイミングでまた土全部抜くと思う。おお、あの、化け物作業、うん、一回抜いてで、ヘラクレ、沖縄カブトだけ抜くかな。なるほど、うん、で、普通の虫かごで管理しようかなっていう。で、ヘラクレスも多すぎたら抜くと思う。うんうん、多分どうだろうね、これ、この中でヘラクレスの幼虫土の数上げたとしても30、どんぐらいだろうね、そんなには入れれないと思うから、幼虫も、うん、その、ここにで管理できそうな数入れようかなとは思っています。そう、だから今もうだいぶ落ち着いて、うん、今まあ20匹いるかどうかぐらいって感じになりました。はいはい、うん、ここの今見える場所で言ったらこの子が一番でかいね、こいつがね。そうっすね、うん、でもね、まだあの165ミリぐらいのめっちゃでかいのいたじゃん、なんか、はい、そう、あいつとかはね、この間見かけたから、おどっかにはいるんだと思う、この下とかにはいると思うんだけど、うんうんうん、そっか、メスは何匹入れたんでしたっけ。メスは8匹で、まだ星に、あ、見かけてない、見かけてはない、うん、その、たまに上がってきてたりとか、この殺虫灯についてたりとかするんだけど、はいはい、うん、星になってる姿は見てないから、うん、もしかしたら土の中で星になってるのかなっていう感じ、うん、まあでも、メスは餌食べ始めて本当間もない子たちを入れたから、まだ元気な可能性は全然あるかな。うんうん、あ、でも結構いるな。うよ、うわあ。あ、腐節も取れてきてるけど。はい。こいつとかでかいね。意外とでかい子が後ろの方いるね。うん。今こんな状態か、うん、でもまあ幼虫も出てきてたね、無事に。はいはいはい、うん、そうで、まあ今後考えてるのは、うん、まあ、この子たちはもちろんこのままだからバナナ、だこれでもバナナが余ってたりするから、うん、余ってるのも言ってもコバエがまた増える可能性も高くなるから、うん、そこは様子見ながらバナナの数は調整しつつ、はい、あとはね、この今ね、結構地面に置いてる、もうバナナ、そう、はいはい、この餌皿とかに置いてたんだけど、餌皿だとバナナのこういう、今こう見てもらったら分かると思うんです、ちょっと泥状化した、まあこれでも食べるんだけど、はいはい、これが溜まって、そこにこう、コバエが卵を産みつけてみたいな、で、増えちゃうみたいなことになったりするから、それでいうと下、土だとどんどん水分が取られていくから、そのコバエが、卵を産むみたいな状態のバナナの期間が短いかな、やっぱ下に置いてる方が、うん、からまあ今後下にどんどん置いてってるって感じじゃない、餌皿とか使わず、うん、だからこことかにもともとは吊るしたりもしてたけど、はいはい、そう、でももうここに上がってくる子もいないから、うん、だからそれでいうとこう上がったりとかしてたのはもう自分が入れる餌場がなかったから動いてたんだろうなと思うけどね。そう、今もやっぱ登ってる子ってなかなか見かけない、ね、うんうん、からまあここ基本もここで生活するぐらいの数が今その状態って感じなのかな、うんうんうん、だからこの全体を考えたら45匹ぐらいがちょうどいいのかも。うわー、うん、はいはい、全体40から45ぐらいかな、うん、そう、なんか100匹入れるってなるとこの部屋ぐらい必要なんじゃないかな、単純計算。あ、うん、まあ幼虫も含めって考えると、うんうんうん、今ここ多分3畳分ぐらいだから、うん、この部屋が10畳ぐらいだから、うん、それぐらいあったら土も入れれて餌場も作れてってなるんじゃないかな、うん、だいぶそれはそれで大変そうですけど、ね、まあそうね、うん、まああとは無事に幼虫がつながってるかどうかね、うん、今さっき言った幼虫は沖縄カブトだと思うんで、はい、あ、でもダンゴムシもいるね、やっぱり。ことか、うん、ちょっとだけ持ってみようか。ここら辺はやっぱ乾燥してるからね。何の土を追加してるんですか。
あでもハワイアンビートの J01 だったりが多いかな。この家がハワイアンビートの J02 がない場所だから、そう J01 を使ってる。お、いました。おあ、メスだ。いや、沖縄カブトだね。おー、多分さっきのことがめっちゃ頭を…おー、くしょ木かお、おー、でもいるわ。すごいすごいね。結構いるかもしれない。沖縄カブト、タイミング的に沖縄カブトって感じか、うん、産んで1ヶ月、まだ1ヶ月しか経ってないからヘラクレスの場合だと、はい、すごいちっちゃい子なはずだから。待って待って、てかさ、ちょっといい、はい、めちゃくちゃいるんだけど、ほら、おお、こことかすごいうごめいてる、ほらすごいすごい、ちゃんと生きてくれてるね。すごいな。具志堅と一緒にさ、はい、この土全部抜いたじゃん。うん、あの時にちっちゃかった子たち、ちっちゃい幼虫いっぱいいたでしょ、200ぐらい、そうそうそう、の子たちだね。なるほどね。そう、しっかり育ってくれてるけど、そこで考えたらやっぱこう間引いていかないといけないね、うん、幼虫を、うん、やっぱ羽化してきた子少なかったから、うん、その去年一周した時、はいはい、そう、やっぱ、うん、まあ、だから沖縄カブトとヘラクレスが共存してくれたらいいけど、だからヘラクレスのメスとかが8匹ここの土の中もう自由にこう動き回って産卵してるはずだから、ちょっと幼虫、沖縄カブトの幼虫心配ではあったけど、でもしっかり育ってくれてよかったね。まあ、あとはまあどうしてもやっぱ成虫がいる分餌とかが必要になってくるから、まあ、コバエとはもう共存は確定かな今後も。まあできるだけ少なく、うん、そうっていう、まあ、対策はしようと思って、うん、でもこの殺虫灯、はい、もう多分機能してないんだよねそのライトも消えかかってるし、はい、まあ、結構安いやつだったから、もう買い替えるってことですか。そう、これも買い替えて、これ電球変えれないやつだから、買い替えて、うん、上のガチなやつ、うん、ガチなやつ1個にしようかな。あー、なるほど、うん、で、まあ、コバエもうちょっとできるだけ退治できるようにしていきたいなと思います。うんうんうん、あとは、まあ、ここの子たちは最後の1匹が星になるまで、しっかり育ってくれ、育ってというか生きてくれたら嬉しいな。うん、まあ、でも不節取れてる子が多いもんな、単純に。やっぱ不節取れるのってこう弱ってきてる証拠でもあるから。まあ、しっかり生きてくれてるけどね。うんうん、あ、結構いるよ。あ、すごい。お、この子が結構しっかり、うん、あ、でもやっぱ喧嘩で角が折れてるね。へえ、すごいな。あ、こことかも穴開いてるわ。最近買ったヘラクレスリッキーの野外個体、ヘラクレスリッキーブルーの野外個体を購入したんだけど、あれも野外個体で額この上の方が傷があったの、でっかい傷、あれも多分ヘラクレスなんだろうな、同士、うん、ヘラクレス同士で喧嘩して。あ、取れないか。うわ、すげえ怖い。まあ、やっぱ不節取れてきてるね。まあ、なんか小林駆除みたいなのやる動画もちょっと撮りたいな。一斉撃退。そうね。だからまあ今現状で言うと、まあ、ヘラクレスを入れてからは2ヶ月ちょいだけど、うん、まあ、この特大ケージにカブトムシを入れてからで言うと、もう1年と3、4ヶ月経つのかな。1年と 5ヶ月経つのか。1年5ヶ月経つから、うん、沖縄カブトも無事に成長して、まあ、ヘラクレスも産んでくれてるかどうかはまだ分かんない状態。
でもメスはすごい頻繁に潜っては出てきて餌食べてみたいなのを繰り返してたから、まあ、産んでくれてはいるんじゃないかなとは思うけど、うん、それはまた、うん、そうね、ここがまたどっかのタイミングで動画すると思うんで、その途中経過、まあ途中経過を、うん、その時にまあちょっと確認できたらいいね、うん、だからこう今はまだ成虫、幼虫飼育してるケージみたいになってるけど、まあ、こっから月日が流れてもう幼虫飼育のケージになるはずだから、うん、そうなった時にちょっとチェックしたいね、確認はしていきたいかな、うん、であとは土全部抜いた時にいた虹色の幼虫3匹とか、あーそういたんだけどね、はいはいはい、姿は現さなかったね、うん、もう羽化しててもいいんだけど、うんうん、だからまあ成虫になりきれてなかったかもしれないけどね、うんうんまあ、そこら辺も含めていずれまた土全部抜くんで、うんうん、そこも楽しみにしてもらいつつ、まあ、この子たちのね今後もちょっと皆さんも気にかけてもらえたら嬉しいです、うんはい、で一回ねゼリーとかいろんな餌を試したりしたじゃん、うん、あそこからコバエの量めっちゃ増えた、あーまあまあそれそうか、そうあそこで多分ゼリーの液とか、うん、そういうのがすごい下ちょっと若干不衛生にしちゃったというか、うん、そう、それでまあ土とか足して土自体の様子はまあ状況は、まあ、劣化は防げたというか、うん、ではなったけど、そうでだからゼリーとか単体でサトウキビ単体とかそういうのもやろうと思ってたけど、うん、まあもうそれはまたどっかのタイミング機会があればぐらいで、うん、確実にやるとはなんないかな、もう、うん、やっぱ大変だった準備が、うん、木をどかしたりとか、はいはいはい、あとはだからもうやるとなったらまた、うん、改めて1回目でちょ改善点はたくさん見つかったんで、うん、やるときはまたいずれそういうのもやろうとは思うんで、うんうん、皆さんもなんかこれで見たい、企画みたいなのとかあったらぜひコメント欄にも書いてみてください、はい、はい、そんな感じなんですけどどうでした具志堅、いやそうですね、最初に比べると、うん、まあ数減ってるんで、うんうん、まあそこで過ごしやすそうな時間があって、うん、その中でまあちょっと星になっちゃってる子もいたと思うんですけど、うん、まあでも今は今で、まあ、過ごしやすそうにしてますし、うん、まあ贅沢だね、これヘラクレスたくさんいてくれるのも、うんうん、で使命を全うするまで生きてるというか、うん、最後まで星になるまで生きてるし、うんうんで、もしかしたら今見えないメスが卵を産んでるかもしれないっていう、まあそうね、この中でサイクルが始まりつつあるのかなっていうのはまたいいニュースというか、そうね、星になってる子がいた分、うん、また新しい子がここで卵から幼虫までなって、うん、そこから成虫になったらすごいことだと思うんで、そうだね、うん、この中で始まってつつあんのかなっていうちょっと垣間見れた気がしましたけどね、そうだから今後楽しみな、うん、今年の頭の方で沖縄カブトが羽化してきてたのも相当テンション上がったけど、うん、来年というかまあ再来年になるのかな、うん、羽化してくんのは、はいはいはい、まあ、メスとか早ければ来年ギリギリ来年とか年末に羽化してくるかもしれないけど、うん、見れた時すげえ感動するかもな、そうっすね、うんうん、そうね、まあだから今後も具志堅も含めて一緒に追っていきたいとは思うんで、はい、うん、引き続きよろしくお願いします、はい、ちなみに俺バナナ劣化してきてたら回収して処分して新しいの入れてるんだけど、はい、このバナナ気づいてなかった、今気づいたもう木だと思ってた、本当だ、これすごいね、色味が、うん、バナナの原型とどめない真っ黒で中はちゃんと食べてるね、でもね中も全食べてるけど、天敵から身を守る動物みたいにいや、そう、まさか果物もやっぱそういうのあるのかもすごいわ、これ今気づいてちょっとゾッとしたこれとかやっぱ小林すごいもんな、うん、そうね、まあちょっと小映えと今共存してとりあえずやってるんで、うん、まあ引き続き次、まあ次は多分幼虫、まあちょっとまた変化があったりした時に動画にすると思うから、このケージの何かっていうのはその何ヶ月後みたいな報告は、うんうん、それまでちょっと楽しみにしててください、はい、はい、
まあ、結果的にはちょっと小映えの増え方がすごいから、うん、まあ、そこの対策はとりあえずして、まあ、あとこの子たちにもうちょっと全うしてもらおうかなと思うんで、うん、引き続き気にかけてもらえたら嬉しいです。はい、はい、そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。